ブラディミル・イバノビチ・レビコフは、ロシアの作曲家、ピアニスト。その姉妹もピアニストであった。母親の手ほどきでピアノを始める。モスクワ大学哲学科を卒業。モスクワ音楽院にも学び、チャイコフスキー文下のクレノオフスキーに指示。その後は3年間ベルリンとウィーンに過ごし、マイヤーベルガーに、音楽理論を、ヤッシュに、楽器法を、ミューラーにピアノを指示した。 ロシア帝国の各地で教育、演奏活動に携わり、モスクワ、オデッサ、キシネフの他に、プラハやフィレンセ、パリにも行った。西欧では、クロード・ドビュッシーやオスカル・ネドバル、ズデニエク・ネイドリーラと知り合う。1909年以降は、ヤルタに定住した。初期作品は、チャイコフスキーの影響を示している。序章的なピアノ商品集の他、 児童向けの合唱曲や童謡を手掛けた。声楽曲集の一つは、イヴァン・クルイロフに習って、顔の偶話と題されている。また、クルイロフの偶話という舞台作品もある。すべての作品の中では、児童用の音楽が名高い。全音音階に対する、ロシア人の好みを引き伸ばし、組曲、夢に含まれる、いたずらっ子が遊ぶではそれを駆使している。後年では、 続7は音や続級は音の多様、解決されない家電図、副調整、空4度や空5度への異居など、新しい進歩的な火星法を利用した。斬新な音楽形態も実験しており、ピアノ曲集、音楽道家芝居作品10やリズモデクラメーションズでは、音楽とパントマイムを結びつけ、メロデクラメーションという老少的な旋律様式を追求した。舞台作品には、 クリスマスツリーなど10曲以上の歌劇や2つのバレエ音楽も含まれている。レビコフは54歳で死去した頃にはすでに忘れられた存在だった。苦々しい幻滅を味わったため、ドビュッシーやスクリャービン、ストラビンスキーといった作曲家は自分の発想を盗んで堂々と名声を掴んだのだと勘違いしていた。皮肉なことだが、レビコフは サロン音楽のつまらない曲によって最もなお知られている。20世紀音楽の作曲技法の初期の重要な先導者としてレビコフの役目はもっと広く知られるに値しよう。アンクル、デイブ・ルイス、オール・ミュージック・ガイド3つの商品はアンサンブルにもなっている。ありがとうございます。